愛の数、ああの YouTube 撮影とかじゃ、ね、やばくない？会いたいになるんだ。でももうちょっと落ち着いて、こっちゃんが大学とか行くようになったら会えるね。はい。ほぼ1年会ってない、ほぼ1年会ってない。やばいです。やばい。お疲れ。お疲れ様です。え、違う？卒業。お疲れ。ありがとうございます。どうだった？え？楽しかったです、でも。最後は。楽しかった？楽しかったです。なんか謎、すごい謎になんかこっちゃんを祝うためか、城が入ってるよ。城お城が入ってる。お城。すごい。なんか、でもめっちゃ前日まではめっちゃ緊張してて。うんうん。ピーチとかもすごい緊張してたんですけど、うん、言い切れました、ちゃんと。あ、全部言いたいこと言えたの？全部言いました。すごいね。卒業公演楽しめるってすごいね。はい、本当ですか？もう、だってさ、それこそさ、1ヶ月間さ、ポジションさ、結構変わった？いや、一緒にしてもらいます。最初なんかセンターでやるって言われてて、うんうん。うんうん、で最初センターにしてもらってたんですけど、なんか、うんうん、すごい最後の最後で私人の顔見れなくなるの嫌だなと思って。あー、逆に一歩で緊張しちゃうんですよ私、うん、だから絶対見れなくなるなって思ってそのままのとこにしてもらいました。あー、なんかもうさそのこっちゃんがさ今この状況だからさ K2 全員と出たいって言ってさ、はい、考えてるんで、本人もなんか新しいポジションめっちゃ頑張るって言ってるんでっていうからさ、はい、すごーと思ってさ。あ、そう、最後は最後以外だったら新しいとこ全然やろうと思ってたんで、でも結局やらずに終わっちゃいました。いけたんだ。でもいけました、よかったね、はい、すごいなと思って。みなるんさん、なんでそんな忙しいんですか？いや、なんかでもさ、あ、そうだよ、はい、なんか謎の非公式の仕事してた、最悪。私も違う、だからさずっとさなおからさ、はい、こっちゃんはずっと一緒に出たがってるってずっと言ってたよって言ってて、マネージャーさんからも、もうめっちゃ前からねこっちゃんがね選んでくれてるっていうのは聞いてた。そうなんですよ、ずっと、ね、年末、年明ける前からもうずっと言われてたの知ってんだけどさ、はい、でも私のところにね仕事の内容来てなくて、私休みだよって言ってたのずっと。あ、そうなんですか。で結局お仕事っていう、そう、なおにもずっとスケジュール全然来ないんだけどみたいな、はい、事務所じゃないってなったんだけど、私も事務所かなって思ってたんだけど、はい、普通に SK の、 最近始まった非公式っていうなんか、はい、やつの非公式の仕事してた、はい、あ、そうなんですか。だから私はすごいなんかこっちゃんのブログなんか多分こっちゃんが卒業公演終わりましたって時間仕事してたから。あ、そうなんですか。そうそうそう、多分非公式の第1回目には絶対なんか外せなかったとかなのかなって思ってるけど、私としてはでも非公式の1回目も大切だけど、こっちゃんの最後には出たかったよ。楽しかったです。楽しい。みなるさんね、あのさドレスはさ、はい、何、自分でさこんな感じがいいって言ったの？めっちゃなんかめっちゃ聞いてくれてすごい、うんうん、なんか色とかお花の色とか言ってくれたんで、うん、なんか最後に綺麗な姿がいいって思って、うん、あ、可愛いとかより綺麗、はい、綺麗がいいなって思って、うん、なんかすごい大人っぽいドレスがいいですって言ったら、うん、なんかああいう感じにしてくれました、肩とか。でもめっちゃ綺麗だった。めっちゃ綺麗に作ってくれました。なんかすごい、なんかなんか意外だった。なんか私もお仕事終わってパッて見たら、はい、あのチームの LINE にさこっちゃんの写真バーって来てたじゃん。あ、はい、それ見てわーみたいな、こっちゃんこういうのなんだって。そうなんですよ、めっちゃ色のとかと見てた。なんかみんなに絶対ピンクでしょとか可愛い感じ、可愛い感じだと思ってた。そうなんですよ、それかパンダ寄せかなって思ったけど。あ、そう、なんか一回誰にも言わないでっぽい衣装を考えたんですけど、うんうん、なんか誰にも言わないでの衣装あるしなって思って、まあ、確かに着たことない感じがいいなと思ってああいう風にしました。よかったね、なんか、はい、めっちゃ可愛く作ってくれて。結構さ前
よりさ、前の卒業してた人たちよりさ、なんか今までってさ、コンサートとかないと大きいドレスってあんま作ってるイメージなかったけど、うん、今回めっちゃがっつりさ、そうなんですよ、がっつりドレス作ってくれて、ね、よかったね、嬉しかったです。なんかみんな見た、長いドレス憧れてたんで。あれってもう着れないの？もう着れないです。着れないんだ。私買っちゃうわ、買い取っちゃう。買いたい。買って結婚式とかで着たくない。着ないです。買い取りできるのかな、買い取り。だってあれ誰も着れないんだよ、一生。確かに。こっちゃん以外誰も着れないんだよ。買い取りしたい。あるんですがね、買い取り制度してほしい。この1年ずっと勉強してた？ほぼ。この1年ずっと勉強してました。やばいね。英検2級取りました。すごい。ちゃんとちゃんと勉強してちゃんと頭良くなってんじゃん。ありがとうございます。いやでも頭はあんまですけど。でもなんか勉強して成果が出てるっていいことじゃない？ありがとうございます。勉強しました。あれでしょ、心理学？あ、そうなんですよ。学ぶんでしょ。心理学の心理学科にしました。なんかさ、すごいさ、最初さ、なんだっけ、あの、こっちゃんがもう卒業コーナー、セレモニーっていうか、はい、卒業ゾーン行った時さ、はい、なんかもう、なおとさ、あの、ハートの独占機やってた。ああ、はい。それはなんか、なおがハートの独占機やってるっていうやつ。はい、で、なんか意外性。ああ、めっちゃ嬉しかった。かわいかった。かわいかった。私やってんのかなと思ってました。K2 公演で、うん、なおさんの見たことある気してたんですけど、やったことなかったですかね、リセットの時に。だってあの人はもうマリア一択じゃなかった。あ、確かにマリアだ。うん。そうでした。だからそれと見て、で、その後はこっちのパンダの誰にも言わないで見て、はい、後ろからパンダ出てきたと思って。あ、そうなんだ。後ろから。出てきました。え、で、パンダなんか着てたじゃん。あ、あれファンの人が、なんか生誕祭の時に毎年作ってくれてて、あ、そうなんだ。そうなんですよ。なんか、いい洋服着てるやん、パンダ。そうなんです。名探偵というか、パンダの、パンダ相談所の所長の衣装と、うんうん、あと、リターンマッチのナオさんの衣装なんですよ。あ、ナオが、ナオのことが好きだからってこと？なんか、私、その時の生誕祭が、なんか、お花が、多分私みたいな感じで、うん、その隣にいました、ナオさんが。すごー、あ、そうかな、こーちゃん女だったもんね。そうです、リターンマッチの女の子のなんか衣装のお花だったんですよ、その年の生誕祭が。なんかすごい思い出もちゃんとあってすごいと思って、パンダ出てきたと思って思ってもらいました。すごいね。え、嬉しい。見てくれたんですか？見たよ。ありがとうございます。なんで桜の木になろう歌ったの？え、桜の木になろう、でもなんかすごいソーロングとめっちゃ迷って、あ、迷ってなんか、え、どうしようみたいになったんですけど、うんうん、なんか普通にめっちゃ歌詞いいなと思って、すごい好きで、あれいいよ。でもなんか2番の歌詞が好きで、うん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 、だけまあワーフしかできないんでワーハーフだったんですけど、うん、それで選びました。そうだった、すごい。なんかめっちゃ、うわ、これは最後に歌うの絶対さ、はい、なんて言ったいの、なんか感情的にもうさ、最後っていうだけでもさきついのにさ、うん、桜の木になるって言ったら感情がさ、もうさ、めっちゃきつかった。セーブできないじゃん。はい、でもすごいめっちゃ泣いちゃった、それで。え、泣いちゃいます、あれ、あの曲やばいですね。でも支えもやばいです。いや、支えはやばいよね。やばい、ささえもやばい。なんか迷ったんですよ。なんかバラードになっちゃうなみたいな、うんうんうん、迷ったんですけど、なんか同期と最後になんか、うんうん、やりたいなと思って、最初ロドスいいなと思ってて、オーディションの曲だったし、あのあれか、え、ロドスってあれ、ここがロドスだって、あ、それ、はい、懐かしい。懐かしいですよね、あれ。いいなっ て、 思って、あれもいい歌だよね。でもそうなんですよ。で、ヘビロテも迷ったんですよ。なんか、あ、思い出があるから。迷ったんですけど、
そうやめなんかやったことあるやつやめようって思って、うんうんうん、これはさ MC とかでやった方がいい。MC でめっちゃ言われました、結局。めっちゃ言われた。そうなんです。アイオン中やろうとしたんですけど。懐かしいね。はい、懐かしいです。あれでうちらはトリコになったから。本当ですか。嬉しい。そうだよ。テクロテのオリジナルのダンスを見てうちら、こうちゃん撮ろうってなったから。え、よかったです。本当に。オリジナル作って、よかった。よかったね。ね、でもみんな、私とさ、チュリー以外は出れた、はい、全員。そう、あとラブリーも出れなかったんですよ。ラブリーも出れなかったの？ラブリーも出れなくて、それ以外は全員出る。あー、そうなんです。そっか、残念や。なんか私もまだ活動再開した時は受験が終わってなかったんで、うん、なんか私も NG の日があったし、うん、多分それで、そうなんですよ。だからそれに合わせて K2 公演ね、いろいろとね、そうなんです、何人か出れなかった。すごいね、そのまだ受かってなかったんだ。そうなんですよ、本当になんか再会して、そう、すごー。でもあれ、なんか滑り止めはそうもらってたんで、うんうん、再会していいかなって思って再会しました。いやでもでもすごいじゃん、なんか、まあ、最後も最後の公演も大切だしさ、でもさ今後の将来の第一希望もさ、うん、そうですよね。滑り止めでいっかってはなんないじゃん、だってめっちゃ出てきたしさ、すごい中で頑張ったね。ありがとうございます。へえ。大学生です、やばいですね。なんかやばいね、大学生なんのね。だって初めて会ったの小6とかです、みんなで。そう、なんかさ6年って言ってさ、6年ってなって、え、意外といるんですよ。めっちゃ6年ってもう、そうなんですよ、めっちゃいるよね。やばいです。なんかアルバムくれて同期が、うんうん、でなんか日にちが書いてあって2060日だったんですよ。2000、ああ2060日いたんですって思ったら長って思って。え、2060日いました、私らしいです。数えてくれる、すごいね。レナさんでさ、はい、さ2588だったじゃん。そうなんですよ、なんか、ね、レナさんのコンサートのタイトルをめっちゃ覚えてたから、うん、あれみたいななって、もう2000な時点で近いもんね。そうなんですよ、2000いたんだみたいな、すごい。みなでさんやばいですよ、もっといるんですよ。めっちゃいるよ、もう数えてない、やめて。何日なんだろう、やばいです。そっか、小学生が大学生になるってことだもんね。小中高ってことだよね。そうです、そうです。すごーい、やばいですもん。大きくなったね。大きくなりました。でもなんか別にさ、めちゃめちゃ特にさ、はい、すごいさ、なんかこっちゃんはさ、なんかなんて言ったらいいの、なんか別にスタイルの維持もさ変わんないし、昔からずっと細かったしさ、いやーなんか、あ、なんかこっちゃんのさ、あの加減の太ったはあるじゃん。私太りましたって言うけど、それ人から見たら全然太ってないやつだよって。だからなんかあんまりすごいさ、めちゃめちゃさ、はい、別にまださ全然大人、めっちゃ大人っぽい顔ってわけでもないしさ。本当ですか。うん、大学生でも大学生になるんだね、すごい、はい、やばいです。親目線、マジで親目線。やばいやばい。どうだった K2？ 楽しかったです。なんかずっと楽屋で言ってました、 K2 しか勝たんってアイリーとずっと言ってて。今なんかその卒業公演ってあゆかと菅原も出てくれたんで、うんうん、K2 行ったんですけど、なんかみんな、いや、いいしか勝たんってずっと言ってました。なんか人それぞれ自分のとこが一番だよって。そうなんですよ、やっぱ入ると好きになる。でもこっちゃんすごいさ、あの K2 のさ後輩の方の中でもさ、めっちゃさ、はい、活発、なんていうの、自主性がすごかったじゃん。本当ですか。自主性っていうかさ、なんていうの、あの結構後輩ってさあんま来て来れない子多いじゃん、先輩に。はい。
でもさ、こっちゃんはさ、結構さ、お泊まりとかもしたくない？しました。え、なんか私、あれなのかな、なんか自分的には全然行けなかったなって思うんですけど。え、行ったくない？行ってました？だって自分はすごい人見知りだって思ってるから、全然喋りかけられないみたいな、思ってた。まあマジで一番最初の頃は確かに。あ、まあ確かに。でもなんか MC でみんながそうやって言ってくれて、先輩たちが、あ、意外と自分喋れてたんだなって思いました。めっちゃなんか質問たくさんしてるなってイメージですか。確かに。え、だってルカン家に泊まりに行ったよね。行きました、みんなで。すごい謎のさ、はい、よく来れたねっていうさ、あのなんかユナって言っちゃったけどさ、行きました、行きました。逆にこっちはすごい嬉しいんだけどさ、すごいなみたいな、一番なんかなんかそのなんかおしとやかな2人が来るんだっていう。いや、みんなでなんか生誕の前日でした、しかも。だよね、次の日一緒に公園行ったもんね、みんなで。そうなんですよ。でケーキ出してくれました、お菓子で作ったケーキ、みんなが作ってくれました。お菓子で作ったケーキ、はい、お菓子出してくれましたよ、みんなで。普通のケーキ買わずにお菓子のケーキ、お菓子のケーキでした。お菓子のケーキ、お菓子でなんかバームクーヘンでケーキしたってあって覚えてないですか？なんか今それ聞いたらちょっと思い出した。思い出しました。でもさ、前の日にさ、前の日ってかさ、行く日にさ、なんかさ、はい、どっかで遊んだよね。その時は学校だったんですよ、私は。途中から来たの？そう、途中から行きました。あんな田舎に一人で？はい。やば。車でママが送ってくれて、みんなで駅に集合しました、確か。あ、じゃあその時にいたのはユナナだけってことか。あ、そうです。で夜はじゃあ、あ、だからか。え、でも絶対ケーキ買おうってなったじゃんね、はい、なんでケーキ。温泉行きました、温泉。温泉行ったよね、滑りだね、はい、いつもなんか公園のさ、楽屋でさ、こっちゃんにさ、旅行のさ話とか聞いてた気がする、みんな。え、聞いてました。聞いてた、みんな。楽しかったな。ちょ、みんなに会いたいです、全員で。ね、私も全員と会ってないからめちゃめちゃさ。そうですよね。もうみんな、誰もみんな難しくなったよね。確かに。なんかあれ、キャンプとかするとき呼んでください。ね、落ち着いたらなんかさ、はい、それこそさ、そのもうさ、K2 のさ、遠足とかっていうさ、遠足じゃないや、はい、ピクニック。ピクニック。ピクニックとか、あのさ、文化を知らない子たちが入ってきたからさ。そうなんですよ。ピクニックしたいんです。ピクニックね、したかったよね。したいな、したいなって言ってたけど、なんかなんだかんだいろいろね。そうですね。できなかった。春前ね、そう、できなかったよね。はい。バーベキューしたい、バーベキュー。あのバーベキューは？え、したよね、一回バーベキュー。しました。全員、全員はいなかった気がします。確かに、仕事でいなかった人はいた。いました、いました。あれでしょ？もう本当にそれこそ、それもさ、まだミコッティとかいたよ。いました、ね、めっちゃ焼いてくれてた。ずっと焼いてくれてた。そうだね。なんか先輩がめっちゃその日、働いてくれる日で。まあでも、バーベキューってまだなんか、若い子がやるよりめっちゃね、料理とかする子がやった方がいいもんね。やってくれてた。嬉しい。あの、ソーダさんがずっとスプレー振ってくれてた。日焼けだけの。スプレーババアじゃん。そう、スプレーしてくれてました。まあでも、ちょっとずつね、落ち着いたらね。はい。普通になんか、普通に会えるしね、そしたら。はい、会いたいです。東京でも会いたい。東京のさ、学校、はい、え、こっちにさ、東京にさ、上京するの？そうなんです、上京なんです。あ、それはじゃあ会えるね。会えます。東京子になります。東京詳し、なんか東京子になりそうだね。こっちゃんは攻略しそうだね。東京のここいいですよ、とか言い。私なんかよりね。みんなで新大久保行きましたよね。行った。なんだっけあれ、何の帰り？サマステです。で、どう？サマステです。行ったね。元気ですよね。あんな汗かいた後に、今思うと。
確かに。でもそれがもうさ、なんかさ、それも一個の楽しみとしてさ、なんか謎の。ですよね。元気で言ったよね。うわぁ、全部懐かしいね。懐かしい。行きたいなぁ、東京。うわ、こっちゃんはさ、今月末まででしょ？はい。あと、明日29、明日30ですっけ？明日30。30、31、2日です。あとか？どういう気持ちなのこれ、そういうの。でもさ、公演終わってるじゃん。はい。でも公演終わってるけど、こうやってショールームとかではまださ、ファンの人とかとさ、うちらとかとも話せるじゃん。はい。この時はまだアイドルじゃん。あ、そうですね。どういう気分？どういう気分？なんかでも、握手会、もともと30が握手会だったんですよ、本当は。確かに。そう、なくなっちゃったから、なんかそれが最後のお仕事で、なんかみんなと会えるって思ってた。配信したいなっていう感じです、今。この前さ、なんかさ、めっちゃ配信してた。めっちゃですか？長くなかったですか？なんか記録更新したねみたいな、なんか見たんだけど、あれは何？分からないです。15時間の記録がなんとかかな。ああ、17時間配信しました。ちょっでも前ですよ。今年去年の、ちょうど去年の1月ぐらいですかね、しました。あ、じゃあ最近じゃない、マジで、あの、本当に2、3日前に見たんだけど、なんかしてたのかなとか思っちゃった。長時間配信ですか？なんか、ファンの人が更新おめでとうって言うから、してたのなんかと思って。してないです。してなかったの。あ、でも最近ずっと毎日配信してたから、なんか毎日アイドルになりました、また。それかな、ま、それかもしれないです。すごいね。はい。あ、過去の振り返り記事か。ああ、そうかもしれないです。みなみさんあれですよね、昨日人生ゲームしてたんですよね。うん、人生ゲームやりたかったんでしょ。やりたかったんです。やろうって言ってたよ、押し行きが。押し行きしか持ってないのよ。あ、じゃあ、借りますわ。借りますわ。借ります。コラボ配信？スイッチですか？うん、普通に紙のやつ。あ、紙のやつやってたんですか？そうそう、あの前に K2 の楽屋とかにあったやつ。ああ、ああいうのを推し、はい、推しちゃん家で広げてみたいな。ああ、で向こう、こっちはあの、はい、こうやってコラボして、こっちはアプリでサイコロのアプリだけ取って、サイコロ振ってそっちで進めてもらう。やってくれてくれる。ああ、やりたい。なんかやろうって言ってたよ昨日。あの、推しゆきが言ってた。サリナのとこに帰ったでしょ。はい。だからサリナが言って、おしゆきが、やろうよこっちゃんって言ってた。いいよ、うん、何します。あとこの2日のやりたい。でもめっちゃあれ、サリナさんとやります、コラボ。いつやんの？17時からです。明日？明日です。あ、じゃあ明日、今日いつか忙しいって言ってたの、おしゆき。忙しい、なんかいつかの夜が忙しいってなって、私たち昨日やったんだよね。はい、あ、そうなんですか。でもうち、私たち一回朝5時にやってるから。早。人生ゲームやりたいなってなって、時間ないってなって、朝5時からやったことあるから。そう、夜はちょっと時間ないやつったら、じゃあ朝5時にって言ってやったことあるから、こっちゃんがお願いしたら、はい、あの最後朝だけ時間あったら朝やるっていうこともできるから。やってます。なんかしかもあやめろもやりたいらしくて。ちょうどよくない？やりたい人たち。コラボって何人までなんですかこれ？なんか推しちゃんの端末でコラボ、ゆきちゃんの端末でコラボみたいな。あー、なるほど。だから推しゆきは全部見れるけど、うちらはなんかもうそっちでも声だけ聞こえるから。あー、確かに。そう、あと自分の携帯とかで見ながらとか。でも意外と楽しい、普通に。人生ゲームやりましたね。楽屋でやった記憶ありますもん。なんか一時期めっちゃハマってたよね。だってハマってました。2回公演の間にずっとやってた時期ありました、ね、やばいよね。やってた。まだあるよね。ある気がします。あるよね。誰もだって撮ってないもんね。うん、
頚痛用みたいな書いてありますよね。あるよね。他の人にさ使われてさ、また車とかなくなったら面倒だからつってさ、頚痛用って。懐かしい。懐かしいです。やりたいな、またぜひやって。人生ゲーム、やります、やってきます、ゆきさんたちと。みんなのコメントを見てる。公園の合間はそんなことばっかしてたよね。出ました。でもうち結構遊んでる方だと思うの。遊びました。クリスマスもさ、なんかケーキみんなで、そうそう、みんな持ってきたりとか、お菓子パーティーしたりとかするし、うん、忘年会とかもするし、うん、しました。赤から行った。あ、そう、なんかさ、お店の時もあるしさ、人数多すぎ、え、一回さ、4階でしたことない？しました、ピザパーティーみたいな。ね、したよね、なんか人が多すぎるし、みたいなのでさ。ピザパーティーした。楽しかったな。もう一回やりたいな。なんかいろいろさ、今年がさ、今年？去年がさ、止まらなければさ、いろいろやりたいこといっぱいあったし、うん、ね。確かに。やりたい。二人でお出かけしましたよね。ご飯行きました。あ、こっちゃんがね、行きましょうって言ってくれたから行けた。行きました。レッスン終わりかなんか。あ、はい。はい。こっちゃんからの私の第一印象。第一印象ですか？うん。私は覚えてるじゃん。私は見てるから。確かに。第一印象は、でもドラフト会議だから、あれ、なんかご飯食べてる時に会いに来てくれましたよね。みんながお昼ご飯の時に話しかけるよっていう。話しかけに来てくれて、なんか、松村かおりって知ってるみたいな聞きましたよね、私に。聞いた。聞いて、知らないですって言っちゃってやばいってなった記憶しかない。どうしようみたいな、嘘つけばよかったかなって思った、めっちゃ、ね、でもなんかそれが逆に、はい、知らないんだ、知らないのに、はい、なんかこういうオリジナルの自分の見せ方してくる人、はい、でも強いじゃんってなった。なんか知ってたらはい、逆にさ、あ、やっぱカオタみたいな、こういろんなことがすれば、うん、ちょっとなんかね、なんて言ったらいいんだろう、人と違うなって分かる子なんだ。そもそも年が年で若いしさ、はい、なんかきっとママのアドバイスもあるんだろうなと思ったけど、あ、その新鮮さがすごい新鮮だねってなった。嬉しい。やっぱ新鮮だねって。めっちゃなんか、なんだっけな、それ聞かれて、その後に YouTube でドラフト会議の前日ぐらいになんか、うんうん、どういう子が欲しいかみたいな、うんうん、流れたんですよ、みんなの会議 YouTube かなんかで、みなみさんたちが会議してる映像が流れて、うん、どういう子が欲しいかみたいな、うん、パネルで、で、みなるさんたちが松村かおりに勝てる子みたいなこと出したんですよ。でもなんかもう超浮かれたんですよ、それ現実で。私、あ、来たみたいな。浮かれてたら、第一じゃなかったから、マジで絶望して、立って、よかったです、本当に。いやもう、なんかまずそもそも愛知の子は絶対、きっと、はい、なんか SKE が多分取れるって思ったのよ、愛知の子は。確かに。なんかしかも若くて愛知の子ってなかなか全員若かったですよね、その時。なんかもう、うん、だからな、多分若いから大丈夫だと思ってたの。そのなんかそんな12歳とかで博多とか難波とかさすがに生かすの不安じゃないみたいな、ああって思うだろうって思うから、私たちだって思ったの、
なんか若いうちからそうやってなんか遠いとこから取りすぎちゃうのも、なんかかわいそうかなって。そういうの考えるんですね。なんかドライチの話を聞いてて、ああ遠くから来たから、なんか結局やっぱ上京してきてすごい寂しがってる子とかいたから、あなんか12歳とかで家族から話すのすごいかわいそうだなっていうのはあったの、はい、だから結構愛知を重要視してたのね。でもそれでも、はい、あの菅原みたいに遠いところを撮りたいとかっていうのはあったけど、はい、うん、そうね、なんか結構うちドライリの時はマジでなんか SKE で話すことが多くて、 K2 は K2 で話、なんか K2 で話してたのは、まあ愛理もすごいいいねって言ってたけど、こっちゃんの話の方が結構多くて K2 で話してたの、はい、ね、嬉しい。みんなやっぱさ自分の仲間になる子かもしれないからさ、 YouTube のさ、はい、アピール動画とかやっぱ一通り見てて、しかも愛知県をよく見てて、愛知よかった愛知で高いからそう、はい、だからそれで見てて、はい、でなんか愛理は、なんか S も E も欲しいみたいな言ってたから、うん、でなんかその時なんだっけ、なんか峯岸さんのチームも欲しいみたいな聞いたから、あ裏情報で、あだから若いのに取られたらかわいそうだみたいな、であと普通に欲しいってなってたからまず行って、はい、でうちはこっちゃん取るっていうのを S にも E にも言ってたから、はい、うちは二巡でこの子行くからって言って、よかった、嬉しいです。めっちゃなんかね、ドラには本当に、はい、まあドラさんはファンの人だったからだし、ね、ライチの時は私関わってないか分かんないけど、ドラの時はなんか、うん、もうめっちゃなんか始まる前に会議みたいなのした、うちだけ。嬉しい。他のグループ知らないけど、はい、ヨースさんとか他のマネージャーとかさやさんとかもいたじゃん、みんなでなんか集まってなんか、はい、作戦みたいな。嬉しい。した。やった。ありがとうございます。本当に。いいえ。だから、いや、絶対、なんか、こうちゃん、なんか、だからさ、うちらもさ、あの、それこそお昼ご飯の時にさ、話しかけに行くやつ。はい、あれさ、結局、うちらは、まあもう、何人か絞ってってたんだよね。ああ、はい。なんか、だからもう、こっちゃんもちゃんと、この名前も知ってて、こういう子だっていうのも分かって言ってたんだよ。うん、でもなんか隣にさ、隣で普通にみんなとご飯食べてるじゃん、はい、仲いいこと食べる、だから一番何ってそのこっちゃんに話しかけてるけど、隣の子たちが私も話しかけてもらえるのかどうかみたいな、それが一番なんか、はあ、確かにだってそうじゃん、目の前を先輩たちがさ、はい、通っていくわけじゃん、いろんな先輩たちが、うん、そうですよね、だから一人でも話しかけてもらえたら希望だけどさ、はい、一人も話しかけてもらえない人もいたわけじゃん、はい、それはすごいなんかいろいろな意味でなんかすごいちょっとそうそうしたよね、だからすごいよね、その中でご飯を食べさせるって本当にかわいそうだよね。ご飯食べ、今思うとめっちゃ緊張してたなと思います。ご飯食べられないよね、ご飯の時ぐらいじゃん休めるの。はい、確かに。でもすごい覚えてる。ドライニのやつは全部覚えてる。なんかパフォーマンス披露みたいなのさ、はい、なんか見た。何ですか？なんかみんなの合宿の場所で、うちらがなんか多分ステージ側に座って逆に。あ、そうです、そうです。こんなの絶対私だったら絶対無理みたいなやつとか。ありがとうございます。一人一人なんかやったやつですよね。そう、なんか見て、うおーみたいな。で、あとなんか当日やる曲とかももうなんか一通りバーってやってて。はい。すごいなぁと。カードかなんか。で、なんかさ、替え歌して。パーンみたいなさ。あ、そうです。パーンってやって。習字こういうやつですよね。そう、パーンってやつ。もうあれとかもみんな、それも楽屋でみんなで見た。嬉しい。みんなで見てるの嬉しいです。そう。なんか入ってから言われました。アイオン中ってずっと言われてた。でしょ？ずっと言われました。嬉しい。なんかドラフトって入ってからすごいなんか来てくれるじゃないですか、先輩が。うんうんうん。めっちゃ嬉しかったです、それが。いや、もうなんか、なかなかね、なんか、はい、さ、自分もさ、後輩できてさ、あれだと思う、あれで分かったと思うけど、なんか、普通のオーディションで入ってくるとさ、はい、なんか、その子をゼロから知るわけじゃん。はい。でもドラフトの場合はさ、その子のそれこそお家の中も見れるしさ、友達とかも出てきたりとかもするし、はい、
なんかいろんなものが見えて、この子ってこういう風に喋るんだもわかるしさ、うん、しかもなんかドラフト会議終わった後さ、ママと挨拶した気がした。あ、そうです、挨拶してましたね。こっちゃんがもう号泣してて、ママがいてっていう、なんかあの時になんか、あ、すごい、なんか一人の子の人生決めたんだと思って、確かにすごい、なんか逆に感動しちゃった、なんかいや嬉しかったです。めっちゃ覚えてる、ドラフト2期のやつめっちゃ覚えてる。ドラフト会議もうできないです。同じようなオーディションが同じようなオーディション、え、でも絶対こっちゃんはこっちゃんなりになんかさ、新しく面白いこと考えるでしょ。本当ですか？前聞いたよね、なんでこれ呼んだのみたいな、なんか聞いた気がする。なんでこれ呼んだの？じゃあなんか、なんでお、あのヘビロテそんなオリジナルでやったのみたいな。ああ、え、なんかそういうもんだと思ってて、逆にだよね、なんか多分これがこう見えたの。え、違うんですよ、なんか全部なんか振りコピーじゃなくて、なんか全部自分で考えたんですよ。うん、それでなんか考えた振りがこれだったんです。でもさ、え、見たことはないの？見たことありましたよ。見たことあって、なんか、ね、でもオリジナル考えたら考えて、なんか多分気合入ったかわかんないですけど、うちしちゃった。やば、あれは本当に伝説だよ。本当ですか？よかったです。あとこっちゃんね、そう、こっちゃんのケーキ、ケーキ選抜、ケーキケーキ選抜あったね。はい、ありました。やってないの、ケーキ選抜？え、今年やれなかったんですよ。そっか、普通のケーキでした。でもさ、なおになったよね、トップ。そのミナルさんの次の年ですね。そうそうそう、負けたってな、なんかケーキ選抜っていうのがあって、はい、こっちゃんのお誕生日の時のお家のケーキ、はい、お家のケーキに、なんかいろいろ今ってさ、クッキーとかに顔をなんか写真とか印刷できたりするケーキがあって、はい、それのなんかいつからやり始めたの、あれ。でもなんか普通に加入当初からずっとあのケーキだったんですけど、うん、加入当初は逆になんか自分の写真ばっかだったんですよ。確かに、なんかすごいケーキいつもなんかあるなみたいな。そうなんです、自分の顔写真で、うんうん、なんかその次の年もなんか割と自分の顔ばっかで、うんうんうん、ちょっとドラニーみたいな、うんうん、でその次がもう K2 だったんで、それからです、3年目から。ケーキ何回やったのじゃん？2回です。あ、じゃあ2回、1回目にだから。はい。真ん中でした、みなるで。よかった。でも2年目に落ちました。でも、すぐ2位ぐらいでしたよ。すごい。さ、1位から2位に落ちたらもうさ。いや、でもずっと好きです。同じ。みんな一緒。おもろかったね。いや、全然面白くて。なんかそれに気づいたときに、ケーキ選抜ってものに気づいたときに、はい。なんか、しかもそれもなんかふと見てて、写真がなんかふと見てて、はい、あれみたいな、私の方が大きいよみたいな、なんか話をしてて、ケーキ選抜だってなって、はい、そっからだよね、なんかケーキ選抜のなんか話になったの。そうだね、みんななんか乗りたいって言ってくれて面白かった。そうなんですよ。 MC でさ、ケーキ選抜決めようみたいな、なんかなかったっけ、なんかそんなケーキ選抜の話をしただけかな。選抜を予想しようみたいな。あ、そういうこと。MC までしてくれて。そうなんですよ。面白かった。嬉しい。なんか下がったのは地味にダメージ受けたよ。あの。受けましたか。受けたよ。でも、なおもいた気がする。なおがやったーって言って、クソってなった気がする。はい。なおさん真ん中に。おもろい。そうなんですよ。懐かしい。全部懐かしいです。いや、でもだいぶさ、だいぶ思い出めっちゃあるよね。いや、ほんとに。めっちゃ運動会とか超楽しかったです。あ、運動会あったね。ありました。なんか、AKB の運動会もあったし、SK の運動会もあったし。どっちも勝ちますよね。
どっちもなんか割といい結果。 AKB の方めっちゃ良かったよね。はい。で2位とかかな。だよね。はい。8には勝てなかったんだっけ。そうなんです、最後の最後で。だよね。なんか意外と、なんかやっぱ S とかの方が足速そうな人とかいっぱいいたのに、なんか意外と勝ててなんか。なんかあれ強いですよね、私たちリレー。なんかさ、でもさ、うちなんかさ、遅いのいっぱいいるけど強いですよ。リレーの順番とか決めるとさ、だいたいさ足速い人そんないないんだよ。なんか強いですよね。でもそう、でもいつもねいい結果出すよね、はい、だから早い人がもう抜群に早いじゃん。そうなんですよね。だってあれですもん、私とエボさんがいつも一般で。でもだいぶそれい、だってミコッティも遅いし私も遅いし。あ、そうなんですか。逆に早い人の方が少ないのよ。シュリとユキさん早そう。あ、ユキちゃんとサリナ。あ、そうだ、サリナさん早い。アンナさん、アンナいた、めっちゃ早いですよね。でもあんないなかった年も意外といいとこまで行けてたから。確かに。じゃあもうでもそれぐらいだよ。だって20人ぐらいいたじゃん。はい。なのに5、6人しかいなかった気がする。うん。なんか順番を決めるってなって、リーダー副リーダーで、うん、やべえみたいな、どうやって決めたらいいんだみたいな。運動会楽しかった。どっちも強い。ああ、ドッジボールはあの人がいるからでしょ。そうですね。あの松村さんがいるからでしょ。松村さんがいた。あと大縄めっちゃ強くないですか。あ、大縄したね。大縄強い。はい。大縄もいいとこまで行ったっけ。え、一番飛んでましたよ、ルカさん。え、マジ。え、はい、一番だったと思います。ルカがなんかしたのは何。靴脱げたんですよ。あ、靴だけ脱げたやつか。はい。なんかさ、一致団結しようみたいなやつ強いよね。確かに。ちゃんと練習しますもんね、ギリギリまで本番したね。めっちゃ端っこでしたね。いや、なんかすごいうるさい人いっぱいいるじゃん。やるよみたいな。勝つよみたいな。勝てるもん勝つよみたいな。サッカーめっちゃ練習してた気がする。あー、やったー。はい、練習しました。いや、どこも負けず嫌いだけど、はい、なんかうちは大人の負けず嫌いもの人たちが多かったね。それになんかさ、後輩のみんながさ、なんかついてくって感じ。いや、でも楽しかったです。そういう感じが楽しかった。よかった。運動会ガチみたいな。楽しかったです。全力で青春したね。しました。戻りたいです。なんかもう最初からやりたい。ああ、最初から今のこの感じの記憶でやったらめっちゃ楽しめる。確かに。今のこの記憶で。じゃあさ、3つめっちゃ楽しかったって思い出あげるとしたら何。3つ。3つですか。うん、なんだろう、3つ。こっちゃん的3つ。私的3つですか。うん、え、 K2 の中ででいいですか。 K2 の中ででもいいし、はい、全然 SKE でもいいし。 SKE、 なんか SKE3つに絞れないです。確かに、ありすぎるもんね。ありすぎる。 K2 にしますね。 K2、 あれ嬉しかったね。お誕生日ドッキリ。あ、一番最初のね、何した日。なんかメンバー内で恋愛してます。ゆかりと、あれか、はい、ゆかりと誰だっけ、あれ、みことさんがなんか二人でみたいな。あ、ミコッティだったんだ、相手。はい。そうなの。実、何なの、そのドッキリ。何なの、今思うと何なの、そのドッキリ。え、本当に何なのってですよね。マジで、でも、ゆかりさんめっちゃ怖かった。超怒ってましたもん。なんか、
びっくりしちゃって、うん、なんか最初ふざけてるって思って私笑っちゃったんですよ確か、うんうんうん、笑ったらゆかりさんがいやなんで笑うのみたいな、めっちゃ怒ってきてめっちゃ怖くてえ死ぬみたいな、めっちゃ怖かった泣いたよねこうちゃん、めっちゃ泣きました本当にごめん、なんか違う、なんかドッキリの種類もなんか多分ドッキリがめちゃくちゃお誕生日ドッキリするっていうものが流行ってて、はい、で多分なんか多分えその前とかもさこっちゃんいろいろさ参加したりしてた、その前のお誕生日ドッキリですか、そのなんかいろんな人たちの、いやしてなかったです、してないのに、なんかでもさなんかなんで多分してなんかドッキリをしすぎてなんか変わったことしないと王道じゃ無理だろってなって、あんな謎のゆかりとみこっていうの謎のなんかやつやったんだよそしたら、はい、ちょっと本当対象年齢が若すぎてアホじゃんって、でもそれやってたんだよな、楽しかったです、あれめっちゃ思い出、だって公演中とかもなんかやってたってしたもんね、公演中も今日記念日なんだってずっと言ってて何の記念日かなってずっと思ってましたもん、本当誕生日だったけどなんか私の誕生日に記念日なんだみたいな、二人で記念日なんだろうずっと考えてた、本当になんかもう本当ごめんね、なんか本当普通に言われた今の本当めっちゃ楽しかったですあの日え、あと何かな、なんだろうな、でも大富豪ライブめっちゃ楽しかったです、あー大富豪レッスンから楽しかった、全部まるっと楽しかったです、あれ確かにめっちゃやったもんね、めっちゃレッスンしましたよね、みんなの好きな曲だったから、うん、めっちゃ K2 の時間多かったもんね、はい、一回やれ、あれは楽しかった、あれは楽しかったね、あれも一回やりたいなって思うもんね、うん、その後に焼肉も楽しかった、ああの焼肉ね焼肉楽しかったです、え、あと何だろうな、あと何、何だろうな、何だろう、えぇ、ー、ね、もうあと7分しかないんだけどえ、やばい、無理なんだろう、で割とあれ新大久保めっちゃ楽しかったです、あ普通にプライベートの、はい、新大久保とかピクニックとか、うんうん、楽しかった、確かにプライベートでやるのってなかなかね、うちら仕事で会うことの、まあ仕事で会うことがめちゃめちゃ多いからね、うん、そもそも、まあそうですよね、でもあのプライベートでも会うっていう、楽しい、結構な大人数ではい、でもよかった、こっちゃんが楽しい思い出がたくさんあって、はい、いっぱいです、寂しい、大丈夫だよ、でも別にまあアイドルはみんな卒業して終わいつか終わるから、はい、でも出会ったからなんかほらさきぽんも言ってたじゃん、なんか別に出会ったからこれからも別に卒業とか関係なく全然頼って、私は東京だったらもう全然、はい、東京にもほらさいっぱいいるしさ、はい、もそうだしカオタもそうだしで名古屋にもいっぱいいるし、はい、もう全然頼ったり普通に遊んだりしよう、したいです、いっぱい連絡します、して、はい、あと大学生ライフも楽しんで、わかりました楽しみます、めっちゃ楽しみじゃん、もう全部楽しみです、全部楽しみいっぱいです、今しかもいろんなさ年代のさなんか友達ができたと思えばいいじゃん、あー確かに、大学生とか言ったらさ多分さ同い年とかばっかじゃん、でも年下の子もさいるしさ、はい、SKE で出会ったメンバーで、で逆にこんなめっちゃ上もいるからさ確かに、いや嬉しい、なんか普通だったら絶対仲良くなれないじゃないですか、絶対出会えないよ、はい確かに会えないこの年齢差は
嬉しい。なんて全然固まったこっちゃんが。リピートこっちゃん。あれ？よかった、あと5分なのに。聞こえますか？聞こえた。聞こえるよ。あ、聞こえました。よかった。最後の最後に固まって終わるのかと思ってて。なんかあれ出てきちゃいました。充電があと 20% ですって。ああ、そういうこと。ごめんなさい。いいよいいよ。それで止まっちゃった。なんかパパは喜んでます。パパも好きだったんで。あ、パパも SKE を？パパがミナルンさん好きだったんで。あ、嘘。え、言いましたよね、これ。あれ？めっちゃ前に聞いたことあるかも。はい。あれ、マジスカ好きなんですよ。めっちゃ前だよね。本当にめっちゃ前に聞いた気がする。はい、そうなんです。パパ人気高い。パパが喜んでます。こっちゃんちもお泊まりに行きたかったな。来てください。落ち着いたらいつでも。あ、そうだ、そうなんですよ。東京行っちゃう。じゃあ名古屋私が帰った時に来てください。うん、その時にさ、お泊まり会開いて。したいです。 K2 でぜひ。入るかな、みんな。入るよ、広いもん家。いや広くないですよ、そんな。みんな十何人ですよね。十何人は確かに。めっちゃ増えた。なんか末っ子だったのに末っ子じゃなくなったんですよ。あ、え？どういうこと？なんか、一番下だったんですよ、私。うんうんうん。ナルピーとアイリと私が一番下だったのに、モエナタンが入ってきたから。ああ。そうなんです。じゃあ本当にお姉さんになったんだね。お姉さんになりました。いつでお姉さんになった。何女なのか分かんないよね。何女なの。何女だろう。何女なんですかね今ね。分からないです。いやでも本当、あ、おめでとうって。ね、とありがとうございます。本当におめでとう。お疲れ。そしてありがとうございます。ありがとうございました。本当にいいえ、こちらこそお世話になりました。これからは友達として、星野さんの友達として。嬉しい。よろしくね。よろしくお願いします。よかった、最後に。なんか、よかったです。ありがとうございます。忙しい中、うん、全然よかった。あ、スクショタイムしたいです。いいよ、しよう。あと2分ハートいける。握手会撮ったかな、みんな。いけた。スクショタイムいけました。良きですか。いけた。あと1分。いけました。あと1分。やば。こっちゃんは若いのであと1分で終わります。はい、若いです。じゃあ東京来てご飯行けるようになったら、はい、怒ってあげる。やった、焼肉がいいです。1回目のご飯奢ってあげるよ。ありがとうございます。行こうね、お肉食べます。お肉、お肉をね、はい、お肉食べに行こう。お肉行きたいです。お肉食べに行こう。はい、行きます。楽しみ。これからもみんなでね、こっちゃんのことを陰ながら応援していこう。ありがとうございます。これだ、ぶちって終わんの。お、終わっちゃう。終わっちゃう。こっちゃんは終わっちゃったの？これ終わっちゃったんだ。お疲れ様ですね、こっちゃん。いなくなっちゃった。切れたね。こういう風に終わるんだね、こっちゃんだけ。年齢ですね、こっちゃんだけ。取り残されました。いやでも本当に
よかった最後にこっちゃんがとコラボできて。いいえ、こちらこそ皆さんね、こっちゃんのこと祝ってくまさんとかお城とか来ましたからね。あ、タワーも来てるじゃん、すごい。いや、後輩を見送るのはね、寂しいね。お、ミラーボールありがとうございます、イエーイ。こっちゃん本当にいい子でしたね。なのでこれから大学生になって東京で安心してちょっと過ごせるように私がちょっとサポートしていきたいと思います。こちらこそ、こっちゃん来てくれてありがとうございます。ですチーム K2 にね、これからもみんなチーム K2 のことよろしくお願いします。じゃあ終わろうかな、私も。では皆さん、コラボ配信見てくれてありがとうございました。今月末チュリともねコラボ配信しようって言ってるので、ぜひお話し会、AKB のお話し会が終わってからまたコラボ配信急いで帰ってきてやろうと思うので、また見てください。お疲れ様でした皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。あ、舞台頑張りまーす。バイバーイ。